金目鯛目は、甲骨魚類の分類群の一つ。所属する魚類はすべて海水魚で、三阿目七花二十九属百四十四種で構成される。金目鯛など食用魚として知られるもの、松笠魚のように発酵器を持つ種類、また鬼金目など、独特の形態を持つ深海魚も含む多様性に富んだグループである。金目大麺の魚類はべて海産で、その分布範囲は、 サン礁から深海まで多岐にわたっている。日内大アモクと金目大アモクは、食用魚として有名な金メダイをはじめとする深海魚を多く含み、一部に生物発光を行う種類がいる。一等大アモクは、ほとんどがサン礁や岩礁域に住む旋回性の魚類で、熱帯から亜熱帯域を中心に分布する。体型はやや左右に平べったく、いわゆる体型をしている。 大家が所属する鈴木目とは比較的近い関係にあり、腹気が胸の位置にあることが共通している。しかし、腹気のヒレ状は1本の棘ゲ状と6本以上の難状で構成されており、1と下五難状の鈴木目よりも原始的な特徴を残している。尾ヒレの分子ビレ状は16本か17本であることが多く、15本以下の鈴木目より多い。金目外目には、 日内大アモク、金目大アモク及び、一等大アモクの三アモクの下に、七か二十九属百四十四種が所属する。日内大アモク、トレイキクテオリーは5か八属四十五種で構成される。主に妖精の特徴に基づいて、鬼金目か、中村銀目かは、鬼金目上カに、残る三かは、日内大上カとしてまとめられている。鬼金目上化、編集。 鬼金目上カーアナプロガストロイディアは2か4属6種を含む。幼魚は前頭骨、頭頂骨などに名前の由来にもなっている長い棘を持つ。鬼ン目か、編集鬼ン目アナプロガスター購入タ。顎の歯が顕著に発達し、口を閉じることはできない。鬼ン目かアナプラガストリデイは、鬼ン目など一属2種からなる。3対応における、全身層の中層に広く分布する。 深海生魚類。牙のように長い葉を上下の顎に多数備えていることが大きな特徴。側線が発達しており、開いた溝の中を走行する。腹筋には棘状がなく、南状は7本。中村銀メカ、編集。中村銀メカダーネーミデイは3属4種からなり、3体用に広く分布する。側線を書き、腹筋は1棘6南状。 火打大丈夫編集、火打大丈夫トレイキクシアイデアは3加15属51種で構成される。かつては、光金目大丈夫カナミラポイデアと呼ばれた。光金目イカ、編集、光金目イカナマローピデイは6属8種からなり、インド洋、太平洋の浅い海域に生息する。目の下に発光バクテリアを共生させた大きな発光器を持つことが特徴で、 様々な方法を使って光を点滅させることができる。光金目鯛のように発光器そのものを回転させるもの、膜状のシャッターを使うもの、さらに両者の方法を組み合わせた種類もいる。マツカサウオカ編集マツカサウオモノセントリスジャポニカオレンジラフィー。大西洋に分布し、食用魚として重要な種類であるスレンダーラフィーアプテベス。 エロンゲイタスキンメダイベリックススプレンデンズ。食用魚として有名。遊泳にはほとんど、胸びれしか用いない、受け口一等大ネオヘナイファンサンマラマツカサウオカモノセントリデイワニ属4種を含み、マツカサウオが所属する、マツカサウオ族は、太平洋全域に分布し、オーストラリアマツカサウオは、オーストラリア南部のみに生息する。体は大きな、板状の鱗で覆われ、 独特の外観を呈する。鱗は互いに強く結合し、体表全体が鎧のようになっており、おひれ近くのわずかな部分しか動かすことができない。下顎に強制発光による発光器を持つ。腹器には一本の大きな棘状があるが、難状の数は2から4本と本目の魚類としては少ない。打内大化、編集、打内大化と霊気シーイデイは7足39種で、 構成される。水深1500メートルまでの深海に分布する種が多いが、張り出しエビス属など旋回性の種類もいる。災害骨に明瞭な棘を持つ。鱗の形態が特徴的で、種によって異なる。金メダイアムクバーグイディは一か二属九種で構成される。金メダイカ編集金メダイカバーシデイは二属九種を含む。日本で 刺身や煮物として利用される、金目鯛や、南洋金目などが所属する。生息水深は200から600メートル。多くの種類には、鱗の内側に、肉質の突起があり、本家の特徴となっている。一頭大や木ホーロセントロイディは一家八族78種からなる。一頭大か、編集一頭大かホーロセントリディには、 一等大赤、赤松笠赤のに赤の元に八族78種が所属する。ほとんどの種類は沿岸部から水深100メートル程度にまで分布する旋回魚である。成長に従って底部で生活するようになる。ありがとうございます。